いっぱいエッチなポーズ取らされちゃった。丸月末日、今日は彼が全然相手にしてくれない。なんでだろう。丸月末日、昨日は友達と遊んでたみたい。あの秋葉系のキモいやつだ。死ねばいいのに。丸月末日、久しぶりのエッチ、でも一度も私の名前を呼んでくれなかった。なんだ、私の目を見て。丸月末日、彼が部屋から出てこない。丸月末日、彼が部屋から出てこない。丸月末日、またも彼が部屋から出てこない。丸月末日、彼の部屋のゴミ箱からオナホールが出てきた。もちろん使用済み。どうなってるの。丸月末日、エッチの最中に別の女の名前を呼ぶ。問い詰めたらエロゲのキャラだという。諦めた。丸月末日、問題のエロゲを捨ててやった。さあまあ見ろ、これでまた彼は私に戻ってくるはずだ。丸月末日、放心状態の彼、焦点はどこにも合っていない。丸月末日、彼とエッチ、少し無理やり迫ってみた。気持ちよくない。彼とのエッチをあんなに好きだった。丸月末日、他の男と寝てみた。なんか違う、やっぱ彼じゃないと。でも彼は私を見ていない。丸月末日、ああ夏だ、彼と出会った季節だ。今彼はエロゲを愛している。あの日には戻ってこないのだろうか。丸月末日、部屋中に積まれたエロゲ、めまいがする。今日も手こきをさせられる。丸月末日、手こき。丸月末日、ゲームのシーンに合わせて彼は私に挿入する。丸月末日、一日中泣いた。私は、彼は私のことを見ていない。丸月末日、笑え、みんな私を笑え、そして哀れな私を笑え。丸月末日、みんな死んでしまえ。死ねー。丸月末日、彼と DVD を見た。そのタイトルは悲劇電池。イベントにお越しいただきましてありがとうございました。本当に集まっているこういう若者が日本にいるというのは、すごい救われてるなね。加藤隆とコラボレーションして終わった。そういう、ね、コンセプトで、ね、でじゃあ加藤隆のリズムに合わせてじゃあ着替えましょうかね。歌ってもチャジン、ドラムの
タバコライブ2回目、夏真っ盛り、もうつい裸になってしまう、そんな気持ち、加藤隆大先生、キングキッチ、そんな感じやってきたぜ、よう、あのね、もう一回見てきるんだけど、まあ、もうあれだよ、ね、もうテンション上がりすぎてね、もうよくわかんない、そんな感じ、商売です、商売です、じゃあ、その感じ、タカハウス。真空寺見逃したやつ、今日の方がヤバいかもしれない。今日は昔のクランだけじゃねえぞ、今日は昔のクランだけじゃねえぞ、お前らの知らない曲ばっかかけてやる。この前のサンクリで5枚だけ発布した CD、 俺が高校の時に作った曲を写真によってリミックスされて復活した曲、曲ギリギリマックを見にじ込み式ラストリゾート。